世界の皆さんこんにちは、ヒカリニウムです。でここはですね、JR 山手線の日暮里駅のところにありますね。 JR 山手線の日暮里駅です。で今回はこのエリアの動画を撮りたいと思います。でなんかプラレールがあってグルグル回ってますね。プラレールそれでとここに心当たりの案内マップがありますが、現在地はここです。 JR 日暮里駅ですね。で今回の主な撮影の目的はここ御殿坂というところでずっと行くと、ここに谷中銀座というのがあります。でなんでわざわざこの谷中銀座に来るかというと、この谷中銀座がですね、去年放送さアニメが放送された永尾まりもさん原作の真っ白の音の主な舞台に当てるからなんですね。で余裕があったらここの台東区立浅草長宗館というのにちょっと寄ってみて、あと心当たりに幸太郎藩の旧宅の人家があったりするんで、それも録画できればいいかなという感じでしょうか。ということでいきましょう。で真っ白の音というのは沢村節っていう津軽三味線演奏する人物のを中心とする群像劇ですね。でここは日暮里駅の西口の待合室のところなんですが、真っ白の音の放送中にはここのところに真っ白の音のポスターが貼ってあったようです。でも放送が終わって1年か近く経つんで、当然ポスターとかありませんが、ということで、JR 山手線の日暮里駅ですね。それでまた心当たり一帯のマップになりますが、現在地はここですね。でここが御殿坂っていう坂で、この御殿坂をずーっと通って、ここの動画を撮ろうというそういう感じになるわけですね。あとはなんだ、ここは七面坂というのか、ここもちょっと行ってみますか。それで ここに御殿坂と書いてます。でこの坂が御殿坂で、文政12年に成立した御府内備考には観王寺跡と本行寺の間より根津坂方面へ下る坂なりとあるが、根岸の御社の可能性がある。明治5年東京府市官僚、東京府市領には長さ15間幅2間とあるが、現在の坂の長さは50メートル以上あり、数値が合致したうんうんと書いてあって、この坂は御殿坂と呼ばれる坂ですね。これからさっきも言った通り、真っ白の音というアニメの
舞台になっている谷中銀河商店街に行くわけですが、真っ白の音のあらすじをざっと言うと、沢村節という津軽三味線を演奏する若者が主人公のアニメです。で、その祖父が松五郎という人物で、高名な津軽三味線の奏者なんですが、亡くなるわけですよ。で、その結果として三味線を弾く意味を見失った節が東京に出てくるわけです。で、その後いろいろあって、節の母親の梅子の命令で東京の高校に通うことになった節が、その高校の仲間たちと一緒に三味線甲子園というものに挑んでいくというのが主なあらすじですね。で、それでこれから向かう谷中銀座商店街はですね、その梅子が節に住むように命令した場所になるわけですよ。真っ白の音のアニメの作中にあやめ商店街というのがあって、そのあやめ商店街のモデルになっているのがこれから向かう谷中銀座ということになるわけですね。で、ここは京王寺というお寺で大黒天が飾ってあるということで、中条豪月で大火に焼かれると見るときも、我がこの地は安穏にして天神罪に充満せり、うんぬんか。ここはですね、諏訪台通りという通りですね。この諏訪台通りは西日暮里方面と日暮里とを結ぶ通りになります。で、その諏訪台通りをずっと通っていくと、諏訪神社があるわけですが、その諏訪神社がですね、おそらく真っ白の音の作中に登場しているはずなんですよ。で、主人公の節が兄の若菜と一緒に下宿先を出て駅の方に向かって、その途中で神社に向かうというシーンがあるんですが、ちょうど今通っているこの通りをモデルにした通りを節と若菜の兄弟が歩いているわけですよ。で、その途中で神社によって津軽三味線が合奏するというシーンがあるわけですが、それを現実のこのエリアにやってはめて考えると、これは桜ですね。ちょうど沢台通りのところにある諏訪神社が合致するのではないかと、そういう話ですね。ということで、向こうの方に谷中銀座と書いてますね。あそこから谷中銀座商店街が始まります。で、この階段は夕焼け段々と呼ばれる階段ですね。日暮里は別名っていうか、昔は日暮らしの里と呼ばれていたので、その関係で、この階段が夕焼け段々と呼ばれているんですよ。ということで、この階段が夕焼け段々ですね。それで谷中銀座と書いてあって、幸せランチと書いてますね。ここはね、で、また案内図ありますね。で、この辺りのマップです。それで
上の方を見ると何やらいろいろとあって、あれはこの辺りの昔からあるものをデザインしたものですね。五重塔があって、あとおたるとかなんとかいろいろあってという感じで、それとあと風情のあるランプがありますね。ここら辺りは夜になってくると結構いい感じなんでしょうか。あとは店の看板が個性的ですね。ここの店は落語と若者ということで、ここの店は落語と若者ということで、落話家さんの看板が配ってますね。ここは甘味どころがあってという感じで、まあ、真っ白の音にちなんだものが何かあればいいんですけど、あるでしょうか。で、洋品店は服をかたどった看板があって、看板を見ることでその店が何屋さんかが分かるようになっているということで、ここは閉店したんですね。まあ何かやたらと人が多いですが、ここには100円ショップのキャンドゥがあって、まあ谷中産業9ということで、谷中銀座真っ白の音のポスターが貼ってますね。真ん中にいる津軽三味線を持ってる若者が真っ白の音の主人公の沢村節ってことですね。あと他の面々は節が所属し通ってる高校の津軽三味線愛好会のメンバーで、この5人で浅草公会堂であった津軽三味線甲子園を目指していくというのがアニメ真っ白の音の主な仕立てになります。そっか、上の方に猫の置物がありますね。屋根の上に。真っ白の音には向こうにも猫がいます。アニメ版の真っ白の音には原作には出てこない猫が出てきますが、谷中銀座商店街が猫が飾ってあるのでその関係出てきたんでしょうかということですかね。
で、始まって16分か。始まって16分ですね。一応これで動画しておきますね。ではでは。